今日さ、めっちゃ来てるテレビ、まあ、車の中で見たんだけど、今、食い合わせ、なんか、悪魔の食べ物、悪魔じゃなくて、なんかの食い合わせをして食べる。要するに、これとこれを混ぜたら、何味だろう、うまいって。バナナにバナナの皮むいてシラスを乗っけて食べるとめちゃめちゃうまい。豆腐の上にプリンを置いて食べると全部プリンみたいな、なんかチーズ味っぽいって。結局何を混ぜてもこれよく言うじゃん、うまいもんにうまいもん混ぜたら、うん、まずはうまい。1週間ぐらい前、カナイが笑ったんだけど、はい、ちょっとイラつ、俺がイラついたんだよ。朝あのマックのウーバー頼んだ、はい、そしてさ、それで俺はカフェオレ冷たいのアイスでいいよって頼んだ。でさ、ストロー入ってるミルク、なぜこんなこと最近になってやったのか俺知らなくて、ストロー噛み取ってあのウーバーとその好きなハンバーグ、うん、あの朝のね、まあ、来たんだよ、ね、でさ、これカフェオレ、はい、パパって来たからさ、俺ゴミにさ、あのパッと紙に入れてポンって軽く刺したの。あ、入んなかった、あ、違うんだ、ポンって刺したの。そういうの入んないんだよ、ポンって入ってくる、入んないんだよ。こんなこと俺初めてだ、これマジですよ。最後ボンってこれちょっとくしゃ溜まってたからくしゃげちゃった、ストローも折れちゃってさ、これどうなってんだって、ええ顔してくるの笑ってた。パパ下からもこれ貼ってるんだよ。あ、カップのあれがくっついてた。下が2枚はなんか下でテープで貼ってんだよ、こぼれない。俺あんなの初めてだった。ウーバーそうです、だからカレーとか頼んでもこぼれないように。いやいや厳重に放送したら、いやこの間のあれ、ああいう大体初めてだ。サイドはテープ貼ってあるけど、要するに二重にしてんのかな、知らなかった。知ってた、要するにサイドのテープを外して1枚を外して、フレームは来てるんですよ、ウーバーで。あの渋沢をまあこれで撮ってたら、本当に最後なんか自分がやったことがなんか恥ずかしいのと、なぜ言わないんだろう。